こんにちは。河辺真由美と三姉妹のサニーのリビングでたわいもないお話です。よろしくお願いします。はい。玄関だとピシッてしてるのに、どうしてもここだとダラッとなっちゃいますね。はい。昨日予告してました。新しく買ったジンバルで撮影って言ってたんですが、やっぱり、平行どころかふにゃふにゃして、よくわかりません。ちょっと、今度、また、観光協会さんに伺って撮影できるかもしれないんで、その時のために、もうしょうがないです。ちゃんと勉強して、使いこなすようにしておきます。はい、ありがとうございます。すいません。ということで今日はいつもの普通のスタンドに立てております。はい。まあ、家で撮るのはね、別にまあ、これでも十分なんですが。はい。今日は何かと言いますと、届きました。これは、だいたいうちで開けるもののもう 99% ぐらいは、私がネット通販で買ったものなんですが、今日は、小包っていうんですか、これ。U メールが、届きました。送ってくださったのは、増田市の、ぬくもりの里二川さんです。はい。その、脊柱犬医師の地域おこしをしている、中心となっている、母体、事務局の方からあるものが届きました。あら、サニーちゃん、ベロ止めするかな？ほら、あ、止めました。止めるんですよ、こうやって。ペロペロしてたら、ペロッと、ペロ止め。止めました。横から見た方が止めてる感があるかな。ペロ、ペロ、止めました。止めてますね。こういうの普通ワンちゃんやります？私前に飼ってた犬は全くこんな、ペロペロはしますけど、止めませんでした。これ人間を舐めるときでも、何を舐めるときでも、こうやって止めるんです、一旦。んで、人間舐めてるときは、ただ止めてるだけじゃなくて、こう、押してる感じなんですよ。ベロ、ベロって、なんかこう、なんか、手の、なんて言うんですか？味を味わってるというか、ね。はい。もうペロ止めで話が進みません。これいきます。はい。サニーちゃん、今日は何が来たか、すごく、厳重にしていただいております。この縦長でありますが。それはすごく楽しみなんですよ。ある。嬉しいものなんです。はい。私はこれは何が入ってるか分かってるんです。送りますねって言ってくださったというか、私が送ってくださいってお願いしました。もちろん、脊柱犬、石絡みですね。はい。よいしょ。うわぁ、厳重。どうやって開けるんだろう。早送りしよう。あ、違うか。ここを開ければいいんだ。そうだ。はい。お、結構いっぱい入ってる。じゃーん。わおおほうほう。わぁ、わぁ、わぁ。嬉しい。これを。じゃんじゃん、サニーちゃん何が入ってますかね。よし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 、はい。おおおお。はい、じゃあ皆さんご覧ください。じゃーん。石キャラ。オールスターズ、柴犬のルーツ、石郷の里公認キャラ、じゃんじゃんじゃん、ここに一緒13のキャラがありますね。はい、全部で13のキャラです。この一番上の、真ん中が、石キャラを募集した時の優勝作品です。審査員の方が10人ぐらい。私も審査員の一人だったんですが、みんなで投票した結果、一番に選ばれました。
で、その下の真ん中の2つがですね、準優勝というか、優秀作品。こっちが最優秀賞で、この2つが優秀賞です。はい。で、あとはですね、いろんな石がいますが、これが最終選考まで残った13なんですね。この13の石キャラから、優秀賞が選ばれたんですが、実はこれ本当は、募集しましたところ、まあ、ね、100か200作品かな、もっと300くらい来るといいなとか、みんなで言っていたんですが、なんとなんと、1000点近く集まったんですよ。もうほぼ1000点近く集まりまして。で、そこから選びましてね。で、これ、当初はもう、この選ばれた1点を使って、これは一応優秀作ということで、賞金だけがある感じであったんですが、あまりにも、こう、選んでる審査員の皆さんも、あ、私はこれが可愛いとか、これがいいよね、とか、例えばこれね、これは石くんというんですが、石くんはね、上を向いてなんか前向きで明るい未来を感じるよね、とかね、なんか、あ、そうそう、これはね、そう、それみんなね、名前をつけてるんです。みんなもちろん医師なんですけど、みんな医師呼んでたら、ちょっと、どの、キャラがどれかわからないんで、このキャラっぽい愛称をつけようということで。例えばこれはですね、クローバーがついてます。だから、医師でクローバーだから、医師バーになったんです。そうすると、医師と柴犬の芝も入っちゃいますね。で、これは、すごくなんか、ちょっと雰囲気が違う、なんていうんですか、ちょっと、親父キャラじゃないんですけど、なんか、こう、ひょうひょうとした、ユニークな感じで。だこれは、石やん、と言います。はい。で、それぞれね、ゆずだから、石ゆずくん、石太郎、石之助、和風な感じですね。で、石くん、上を向いてる石くん。で、これ、石もん。なんか、もんって感じですよね。それから、このワンちゃんはちょっとかわいいというかですね、このワンちゃんにもう、作った方が、ラブ石って書いてたんで、もう、ラブ石に、ですね。はい。で、これが、もう何もかも丸いので、石丸。で、これが、なんか、ちょっとこう、高貴な感じがするので、石、様付け、石様と。で、こっちが、かわいい、親しみやすい感じで、いっちゃん。で、石ば、いっしーということで、それぞれのキャラですね。石号と言っても、すごい、こう、大しい感じのですね、たくましい石のイメージもあれば、かわいらしい石とか、キュートな石とか、愛らしい石とか、優しい石とか、いろんな石あります。で、それで、このキャラをですね、キャラクターって言うと、こう、ゆるキャラってあったと思うんですね。この地域を代表するこれ、一個、みたいなのがですね。例えば、熊本だと、くまもんとかですね。そういうのがあって、島根だと、島根っ子とかあって、それぞれ、こう、ゆるキャラグランプリみたいなのがずっと続きましたが、あのゆるキャラグランプリが、なんか、もう終わったということで、で、これからは、その、なんて言うんですか、一つのキャラだけじゃなく、こういうチーム編成というかですね。まあ、ここで言うならば、石キャラオールスターズ。いろんな、その、地域にもいろんな個性、特性があるから、それぞれですね、いろんな石ちゃんで表そうということで。で、これはですね、例えば、地元で、特産品を作って、られたりとか、あるいは、地元のグループの皆さんが、これで T シャツ作りたいなとか、オリジナルグッズ作りたいなとか、あった時に、ご自分の好きな石を選んでいただいて、で、この、ぬくもりの里高川さんに、この、すべての、こう、もう権利がありますので、この、書かれた方に了承いただいております。で、これね、どこのどなたが書かれたっていう、もう言うのもあるんですよ。例えば、これは大阪の雪信さんという方とかですね。これが、愛知県の方ですね。東京の方、
東京の方、栃木の方、こっちも、東京の方の応募が多いですね。千葉の方、あ、北海道の方もいます。あ、そう、そしてこれはですね、唯一、島根の方なんですね。というようなことで、全国各地、静岡の方とか、岐阜の方、大阪の方、いろんな方が、医師を愛すべき医師のイラストを、素敵なイラストを描いてくれました。せっかく描いていただいたんで、もう、できるだけ、たくさんの医師キャラを、ご紹介して、で、その、この医師キャラで、いろんな側面から、地域開発して、地域振興していきたいな、というようなことで、新たにこんな活動を始めております。ちょっと見にくいかもしれませんが、私のですね、赤周健のホームページに、この画像をバッとやってます。はい。で、周りもね、ここにもちゃんとビジビジビジってやってね、やってます。これ、ポスター私が作ったんですけれども、こういう、なんですか、こういうちっこいのを並べるのがすごい好きなんですよ。要は、マンダラみたいな感じです。はい。ということで、石からオールスターズでした。皆さん、見てねー。あら、ここにもサニーキャラがいた。サニー、石キャラ&サニーキャラ、いかがでしょうか？今、サニーちゃんも石石って言ってるから、ちょっと、あれ、私もいるんですけど、的な。なんか、ツンってしてませんか？あ、してない。してない。あ、相手してほしい。はいはい。はい。じゃあ、サニーちゃんも石キャラ応援団でよろしくお願いします。はい。これは、前にも見ていただきましたが、こうちっちゃいね、感じで、この、こう、ステッカー。はいはい。わかりました。はい、ステッカー。もう、他の犬はいいから的な。何ですか、この人。ん？今何か私に言いたいの？ん？というか、ね、ステッカーかわいいでしょ？シール。ね。これ前、つい、キノコ音でも見ましたけど、冷蔵庫に。やりたくなり、はい、というようなことで、ぜひ皆さん、これからも石号、そしてサイン芝居にサインをよろしくお願いいたします。